太郎。
かくしてヤマタノオロチは退治され、巫女はオロチより取り出した剣を雨の村雲の剣と名付けて天照大御神に奉り、助けた娘は後にスサノオノミコトのお妃になられた串名田姫でありました。どうも皆さんありがとうございました。